大変だ。子供たちのスマホが危険にさらされている。うちの子も例外じゃない。お、海賊版サイトで漫画を見ている。無料のアプリだと思ったら個人情報が流出。調べ物をしてたら有料サイトに登録しちゃって法外な請求。知らない大人と連絡を取ってる。でももう大丈夫。なぜって、いえ違います。うちの子のスマホにフィルタリングサービスが来た。フィルタリングサービス、それは子供たちをスマホに潜む危険から守るヒーローのような存在なんです。インターネットや悪意ある大人によるトラブルから子供たちを未然にガード。不適切なサイトや有害アプリの使用を制限し、意図しない危険から子供たちを守ってくれます。でもどうしても見たいサイトや使いたいアプリが利用制限されている場合は、保護者専用の管理サイトから閲覧使用を許可できるから、年齢や用途に合わせたフィルタリング設定が可能なんです。さあ、あなたも大切な子供たちを意図しない危険から守るために、保護者の皆さん、お子様のスマホに今すぐフィルタリングサービスを。ちなみに海賊版と知りながら漫画をダウンロードすると罪に問われる場合があります。ウェブで漫画を読むときはこのマークのあるサイトかアプリで。くれぐれも悪の道に進まぬように。ストップ海賊版。